とアキトは…あ、いたいた、お疲れ。おう、来たか。トラックが形になってきたんだって。早く聞かせて聞かせて。もう落ち着けって。連絡した通り形にはなってきたけど、まだ土台のところが詰め切れてね。土台…ドラムとかビートのとこかな。かっこよくするのなら任せて。なんか案出せると思う。よし、じゃあ曲流すぞ。どうだ。うん、テーマにしてた生と動はイメージできる。特に生の部分すっごくいいじゃん。体の奥から響く感じがしてさ。まあそこはこだわったところだしな。あとは、そうだな、イントロとかはもう少しスーッときてバーンってなるとドの感じが出るかも。は？その感じは今でも出てるだろ。いや、もうちょっと。今はスーッと始まってるじゃん。だからその分盛り上がるときにはバーンって感じをもっと出したいんだって。いや、つーか、俺に分かるように話せ。え？分かるでしょ？もっとスーッと来てバーンだよ。つまり具体的にどうしたいんだよ。具体的って言われると、それは一緒に考えていけばよくない？お前ら、さっきから何の話してんだ？スーとかバーンとか。コウタロウ、今の話聞いてたの？途中からだけどな。スーとかバーンとか変な言葉が聞こえてきたからさ。イベント用の新曲を詰めていこうと思ったんだが、こいつがよくわからねえ意見しか出さなくて困ってるんだよ。なんだ、そういうことかよ。とりあえず新曲俺にも聞かせてくれね。そうすれば言ってることがわかるかもしれないしさ。まあ頼んだ。なるほどな。確かにもっとバーンと来てもいいかもしれないな。だよね、わかるよね、コウタロウ。わかるわかる。アキト、ちょっと固く考えすぎなんじゃねえの？なんで俺が悪いみたいになってんだよ。誰かまともに会話できるやつ来てくれ。ちょっと、私たちがまともじゃないみたいな言い方よくないよ。そうでそうで。おい、あんまり東雲のこといじめてやるなよ。やっと話が分かりそうなやつが来たな。助けてくれ。面白そうだからこっそり話を聞いてたけど、白石さんが言いたいのはきっと。そう、それだよ、それ。緩急、始まりをもっとスーッと静かな感じに落として、サビをもっと音の数増やしてバーンって感じに持っていったらもっと盛り上がるんじゃないかなって。だったら初めからそう言えよ。ったく。それにしてもずいぶん面白いトラックの作り方してるんだね。ただ曲を聴きながら意見を出し合ってただけだ。もうアキトが全然分かってくれないから困ってたんだよ。っていうか、私の意見は聞いてくれなかったのに、新たの話はちゃんと聞くんだ。そうだそうだ、ひどいぞアキト。お前らと遠野じゃ言ってる内容全然違うだろうが。つうかお前、途中から面白がってやってんだろ。別にそんなことないけど。まほら、アキトも頭固くなっちゃってたし、もうちょっと楽に考えた方がいいじゃん。ってことで、早く続き詰めちゃおう。